ナッシュビル SC はアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルに本拠地を置くサッカークラブである2020年現在メジャーリーグサッカーに在籍している2016年5月19日に設立されたクラブナッシュビル FC を前身とするナッシュビル FC は2016年9月にクラブ名をナッシュビル SC に改称した2017年1月 MLS 新規参入クラブの設立を目指していた実業家グループに買収された。2017年12月20日、ナッシュビル SC に対し MLS 参入資格が付与されたこと、および2020年シーズンより MLS に加入することが発表された。2019年2月20日、MLS は US セルで使用していたクラブ名、ナッシュビル SC を MLS でも引き続き使用する。 ことを承認した。ナッシュビル SC の MLS 初戦は2020年2月29日で、クラブは日産スタジアムでアトランタユナイテッド FC と対戦した。この試合は59,069人のファンの前で行われ、サッカーの試合としてはテネシー州史上最多動員を記録した。この試合でウォーカー・ジマーマンがチームの MLS 初ゴールを決めたが、 最終的には2から1で敗れた。なしなし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。